W 杯アジア2次予選 C 組中国、対2024年6月6日深夜。サッカーの26年 W 杯北中米大会アジア2次予選が6日に各地で行われ、C 組の中国代表が本拠で対代表と1対1のドロー。0対1とリードを許した後半34分に FW ベーヘラム・アブドゥワイリー、21、ガキシ・カイセイの同点ゴールを決め、 辛くも勝ち点1を獲得した。同組2位を死守し、最終予選進出に前進した。アジア2次予選 C 組は韓国が3勝1分けの勝ち点10で首位。中国は2勝1分け1敗の勝ち点7で2位につけ、今節は3位対勝ち点4との直接対決を迎えた。この試合勝利すれば2次予選突破が決まる状況だったが、前半20分に失点。 J1 札幌所属の MF スパチョークに先制ゴールを許してしまった。そして後半6分には PK のチャンスを得たが FW フェルナンジーニョが痛恨の失敗。このまま敗れればタイに勝ち点7で並ばれる最悪の展開も予想された。しかし、同34分に FW アブドゥワイリが騎士改正の同点ゴール。辛くも引き分けに持ち込み道組2位を死守。 次戦11日の最終節はアウェイでの韓国戦が待ち受けているが、引き分け以上なら自力で最終予選進出を決められることになった。一方、惜しくも勝利を逃したタイは逆転突破のために11日の本拠シンガポール戦での勝利が必須。なおかつ中国が韓国に敗れ、得失点差で上回る必要がある。より小さい W 杯アジア2次予選 C 組順位、1位、 韓国4勝1分け得失点プラス18勝ち点132位中国2勝2分け1敗得失点プラス1勝ち点83位タイ1勝2分け2敗得失点2勝ち点54位シンガポール1分け4敗得失点17勝ち点1